泉谷しげるって出てるやん泉谷しげるって出てるやん。あ、一緒の年や俺多分。一緒の年よ。あ、直しながら走る寛平ちゃん戦慄戦艦だって。びっくりさせんなよ。マラソンでヨットによる世界一周アースマラソンに挑戦してる最中のことなんで、寛平ちゃんさぞやさぞやであろうぞ。大丈夫、君はファーストガンプだ。気づいたら世界記録を更新してる男なんだから。数年前だが、下北沢にある行きつけの小料理屋で偶然寛平ちゃんと会ったことあったんだ。こっちはバンドの連中と一緒で 4,5 人だったが、寛平ちゃんはカウンター席にいて一人で飲んでたのだ。なんか京志郎と似てる。京志郎もフラリッとやってきてフラリッと帰っていく面があった。マラソンと自転車ともに一人でしか望めない世界である。だから一人でいる一家だが、だから一人でいる生き方が決まってるんだろうか。直しながら走る、いい言葉だ。彼らしい。今世の中でいい話がないから、俺が世界を走って明るく元気にしたいとアースマラソンに挑戦した狭間寛平。地球よ、寛平ちゃんをゴールまで走らせてやってくれよな。頼んぜ。ありがとうございます。ありがとうございます。しげじい、よかったら会いに来てください。これ誰やろ。がんの件、昨日夕方聞きました。私たちもそんな年になったんですよね。昔は交通事故以外で、死ぬなんて意識なかったのに、いつ調子が悪くなり病院に行き、がんですと言われるかわからない年齢になりました。そんな年になったから兄さんは夢のアースマラソンをスタートさせました。だから考え方を変えたら、神様からこのご褒美かもしれません。あの、日本で仕事をしていたら兄さんは絶対病院に行きませんよ。知ってます、性格。行くときは最悪の状態でないと行かなかったでしょう。アースマラソンのおかげで見つかったんですよ。病が今年にゴールできそうとは聞いてましたが、いろんな試練を耐えますね。乾燥したとき、たくさん涙が流れるためなんでしょうね。がんもショックでしたが、私は兄さんの性格を知ってるから、アースマラソンやってくれてよかったと思います。いつもどこも悪いことないねんが口ごれでした。鉄人狭間寛平もやはり人間でした。そして落ち込みました。兄さん、僕なら100倍落ち込みますから、兄さんそれから頑張りましょうね。前に進むのも勇気、後ろに下がるのも勇気ですからね。しんどくなったらいつでも中断、そしていつか続きを走ればいい。夢残しとくのも悪くはないですから。兄さんの夢遠くから見ています。大好きな兄さんへ、島田紳助。あの紳助はこうしてよう書き込んで売れるんですけど、
つも泣かされてます。しんすけありがとうな。本当にお前には泣かされるわ。そしてしんすけには、全部見抜かれてます。ありがとう。本当に、よう分かってくれて。俺もこの病気かかったけど、しんすけも本当にその年になってきたんやもんな。いっぺんお前も行ってこいよ。先生に聞いたら日本でも30万人ほどいてるけど、多分調べてない人間があと10万人ほどいてると思うよ。うん、だから本当に病院行って、しんすけも調べた方がいいと思う。でもお前な、こうして俺を泣かすな、ほんま。なんかもうほんまにもうな、こんな俺一人で読んだらずっと泣いてるわ。でも周りにこないしてみんないてくれてるからな、ほんま我慢できるんやけど、ほんまあんまり泣かさんといて。それで一生懸命頑張って帰るから、また帰った時は頼むな。